All right, guys, welcome to The Eminence in Shadow, episode 2. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And don't forget to press that like and subscribe button. Let's go! きっかけが何だったかは覚えていない。ただ物心ついた頃にはもう憧れていた。影の実力者に。影の実力者に。アルファか。例の古文書の中にディアボロス教団とおぼしき記述が。やはりか。Cult of Diabolos。知れば知るほど、奴らの力は強大だわ。我らは影に潜み影を狩るのみ。僕の憧れていた影の実力者。しかし、このエルフちょろいな。高校最後の夏。僕、影のミノルの影の実力者の位置は突然に立たれたかに見えた。クレアは弟を欲しがっていたからな。きっと喜ぶぞ。これは。でも。Oh, he's self-aware. 全然泣かないわ。なるほど。おぎゃおぎゃ。元気の鳴き声だ。周囲は魔力で満ちていた。僕は前世では夢物語だった魔力という圧倒的な力を手に入れた。この力さえあれば。あ。What? あ、うんこ出る。おぎゃーおぎゃー No way. Oh my god. Wait. I didn't catch that. I was reborn as the son of Baron Kageno. He has the same name?魔剣士と呼ばれる魔力で体を強化して戦う騎士を代々輩出する家系だ。僕はこの家の期待の跡取りではなく。Oh, so he's gonna be more skilled in magic, I guess. でもその裏では。Damn! They have guns here. Slime sword? Damn! That's insane.君で試すとしようか。頑張れば2分くらい長生きできるから頑張ってね。ダーン。なんてね。おお!2分持たなかったね。ダーン !That's fire! 招待のみんな、敵は撃つ。もう just hanging! 片身は僕が有効活用するから安心してほしい。おり。奴隷かな。これは予想外。What is that? 死体じゃないな。使えるな、この肉。自分の体じゃないから安全に好き勝手できる。そして1ヶ月後、ついに僕は魔力暴走を制御することに成功した。だけど。Oh, and it's the elf. おっと、どうしよっかな。あ、いいこと思いついた。刮目せよ。ここが影の実力者の発見。目が覚めたか。嘘。君を蝕んでいた呪いはもう解けた。あなたが私を呪いって。ああ、呪いというのは君たち英雄の子孫にかけられた忌まわしき呪いだ。ああ、驚くのも無理はない。He's making it up, right? 知ってるだろう。経典にある3人の英雄が魔人ディアボロスを倒し、世界を救ったというおとぎ話。あれは本当にあったことさ。その黒幕の正体は。He's thinking. そうだな。黒幕はまだ口にすることはできない。知れば君にも危険が。え、一体何者なの？そう、
ガ・ディアボロス教団魔人ディアボロスの復活を目論む者たちだ。奴らは決して表舞台には出てこない。そう、我が名はスタイリスタイリッシュ。我が名はシャドウ。シャドウ、影に潜み影を狩る者。シャドウ、 That's lit。 困難な道のりになるだろう。だが成し遂げなければならない。英雄の子よ、我と共に歩む覚悟はあるか。病、いえ、呪いに侵されたあの日、私は全てを失いました。あなたがそれを望むなら、私はこの命を懸けましょう。そして罪人には死の制裁を。まあ全部出任せなんだけどね。いや、yeah. 他の英雄の子孫を探し出して保護する必要もあるわね。え、ああ、うん。組織の拡張と並行して拠点を整備しないと。そのための資金集めも。うん、ほどほどね。じゃあそうだな。僕らの組織はシャドウガーデン。Damn. そして君はアルファと名乗れ。アルファ。So it's gonna be alpha, beta, gamma, delta, and so on. Then されていない。前世の情報社会の中で様々な武術が融合し、合理化した格闘技術をもってすれば。He stopped the time. Damn. That's fire! お姉ちゃん強いよ。成長しないわね、あの子。お嬢様、何か。Did she notice? Wait, did he stop? Did he stop time, or he was just way too fast? シド、しばらく相手してあげられない。Sit. 一人でもちゃんと組んでるの。シド。Okay. 貴族は15歳になると、王都にあるミドガル魔剣士学園に通うことになる。姉さんもミドガル魔剣士学園に通うことになったのだが、But 姉さんは姿を消した。Did she run away? 出込みを襲ったとはいえ、あのキュレアは相手は相当な手だれに違いない。だから仕方ないと。そういうこと？いや、そういうわけじゃなくてね。ただ、事実を述べたまでで。言い訳してんな、このハゲ！すいません、すいません。さっさと探しに行け。Damn. Okay, beta. So it is going to be alpha, beta, gamma, delta. 姉さんまだ生きてる？おそらく。犯人はやはりディアボロス教団のものです。So it was true! Damn, he made it up and it was true! The cult of Diablo. しかし、この中のどこにクレア様がいるかはまだ。そこだ。やべ、ずれた。そこに姉さんはいる。ですが、ここには何も。まさか、この暗号はブラフ。すべてつながる。シャドウ様、ご指摘のポイントに隠しアジトがあると思われます。やはり。この膨大な資料に信じる。Oh no, man, you didn't know. ハーベータ、アカデミー級だよ。This is fun. Oh my god. 結構は今夜だ。はい。魔風の鎖につながれ、これを避けるか。魔力は量ではなく使い方だと教わったわ。教わったのは弟によ。おお。戦えば必ず私は勝つわ。だけど私はいつも弟の剣から学んでいる。なのにあの子は私からは何も学ばない。だから毎日。Because he's just way better than you. Let's admit it. 貴様は悪魔念のため弟も調べる必要がある。Damn! あの子に何かあったら絶対に。Damn! Enemy!
はおそらく死に影のようにどこからともなく現れて兵たちを次々と、ここには王都の近衛に匹敵する騎士も、なんだと。My man's head just dropped from nothing. Ah! What the hell? 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 w h aBut where is... How is he called? Sid? Okay. And he ran away. Okay.この先には彼がいるもの。だから別行動を。さすがシャドウ様。迷った。憧れに夢中になりすぎたから。No。先回りされていたか。が、一人ならたやすい。Okay. 教えてあげよう。正しい魔力の使い方ってやつをさ。レッスン1。使う魔力は最初足に集中させ一気に加速。レッスン2。間合いをつかめば速さも力もいらない。魔力さえも。レッスン3。まだまだこれか。Damn.どれほど強くとも世界の闇は貴様が思っているよりもはるかに深い。 Wait. Wait, 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 wait. No. I thought that it was Alpha, the elf that got possessed. ならば潜ろう。どこまでも。OK。安くほざくな。教えてやろう。OK。世界の闇よ。見にくいな。遊びは終わりだ。Damn！ 貴様は技だけでなく全てを。だがこの少年はミリア。ミリア。I'm gonna remember that because I think it's gonna be something important.まあそんなわけで今回の救出作戦は終わった。姉さんは拘束を解いておいたら次の日ご機嫌斜めで帰ってきた。He didn't even help her。 やたらしぶといね。怪我も一晩で大体治ったし。 Damn, she must know. She definitely knows. 絶対主人公ポジションのキャラがいるはずだし、きっとラスボスだって。まあ2年後には行けるから、それまでアルファたちには頑張って。シャドウ、私たちはあなたの元を離れる時が来たわ。 Why? え、お別れよ。 What? What? Why? Okay, I seeThat was it, guys, for Kage no Jitsu Ryokusha ni Naritakute or The Eminence in Shadow, episode number 2.
If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. If you like this reaction, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me and I would really appreciate it. And see you guys in the next episode. Mata ne!